ブーブークッションとフック落ちた。結構確率低くなかったっけ。あれ、パイロン売ってる。3密を避けたのが良かったんでしょうか。お、お、もう一個あればワープできるっぽいね。プライバシーが守られてるっていいわ。森はいいね。客が来るわ。好みのバイオームがあるっぽいね。めっちゃ静かで寝れるわ。実家みたいだぜ。内装とかじゃなくて場所と人数っぽいね。人数というか人間関係。好んでるバイオームにみんな送り込めばいいっぽいですね。つらい、クリムゾンつらい。なんかもう脳みそにも苦戦しそうな予感。目玉の次って脳みそで合ってるよね。脳みそ、クイーン、スケルトロンの順だった気がします。ジャングル到着。あれ、もしかして竹生えてる。バンブーですよ。どんぐりは出ないからジャングルの水たまりに生えるのかな。ジャングルと竹林はミスマッチ感あるけど、海外にも竹ってあるのかな。バンブーってあるし、どこかには生えてるのかも。うわ、ジャングルがクリムゾンに挟まれてる。これはいずれ沈んでいくやつ。ジャングル敵多いわ。さすがマスター。置き換えってブロックの向きもそのまま置き換えられるんだね。地形の形を壊さないのはいいね。竹、ちゃんと家具も揃ってるわ。どことなくトレマーシューがします。一人ってのもいいものね。ここは生きてる。ジャングル好きよ私。あれ、パイロンってバイオームごとに種類違うの。間違えて2個買っちゃってたね。パイロンの近くに十分な村人がいないよ。一人じゃダメで、多すぎてもダメ。二人がいいんですかね。森ってマジ最強。動物いっぱい。人数というよりバイオームに合わない人がいるとダメなのかな。とりあえずその人の好きなとこに置いといてあげたらいいみたい。噂の墓バイオームってどうなのでしょう。墓並べてみようか。嫌なモヤが出てきた。白黒です。カラスとか見た目違うゾンビとかが出てくる感じ。それ以外は特にないのかな。雷も鳴ってる。不穏な雰囲気はすごいですね。朝になったけどゾンビやカラス以外は出てこなかったね。実はハートからが本番だったり。とりあえず脳みそに会ってみよう。ちょ、そこはまずい。蓋されちゃった。40か、地味に痛い。下に来ました、チャンスです。上がれ上がれ。ジェスターアローを持ってきたのだ。バーがゴリゴリ減ってる。ダメだこれ、狭いわ。地表で戦う方がいいので。お、いけた。二人以上いたら機能するみたいですね。ゴブリン来た。せっかく左まで来たし、海の宝箱見てから帰ろう。貝の塊がありますよ。海も何か変更あったのかな。何これ。斜め下に続いてますよ。不具合とかじゃなくてこういう形なの。ラージにしたから変なことにはなりにくいとは思うけど。あ、宝箱あるわ。じゃあやっぱり仕様なんでしょうか。さて、今回のゴブリンは？
出てくるのは一緒だけど見た目が変わってるね。バニラのドロップってスパイクボールとハラプーンだって。 NPC の本命ですよね。ゴブリンはひたすら倒すだけだよね。この間にコメント返しとかします？チュートリアルの BGM って本当？ CS 版はやってたけど、チュートリアルはほとんどやってなかったから覚えてないね。覚えてる人はチュートリアルと同じかコメントくださいな。ノーマルの3倍ってマジ？お金を全部落とすのは確か。通りでたまらないわけです。アクセサリーが6個って増えてるの？前のバージョンのアクセサリーの個数忘れちゃった。宝石ボッターという決める用の可能性が。ああ、そういう使い方もあるのか。やったことなくて思いつきもしなかったね。コメントの人も変わってるっぽいって感じだね。アップデートしてすぐだからこのわからない感じいいよね。聞いたことないんだけど、何これ？なんだろうね。ですってよ。私の価値はテラコン以上です。誰がわかるんだいそのネタ。コメント返ししてても全然終わらなかったわ。ハープーン出たわ。スライムが降ってきましたよ。全然来なくてなくなったのかと思ってたわ。イベントの確率減ってる。ブラッドムーンも来ないし体感減ってる気がするね。お、来たぞ。足場のないところにワープを。しっかり対策されてるね。ちょっと上がれば避けられちゃうんだけどね。所詮はスライムであった。あとは下の溶岩で溶けてもらおう。いいデザイン。マウントありませんね。フックか。あら、かわいい。スライムプリンセス。中の忍者のこと完全に忘れてるよね。お、買えるね。買うのはもちろん。サンドガンだ。なぜそっちを。いや、ミニシャークは普通すぎるかなって思って。サンドガン、後片付けが大変なんだよね。変更とかないかなって思ったらなかった。あれ、普通に難しくない？ちゃんと足場引きましょう。第1形態にはチェスターアローが刺さると思うけど。よしよし、来いよ来いよ。ちょ、ペースモンスター邪魔。コンボ受けてます。あれ、おかしいな。第1形態の時点で素材落ちるんだったね。新しいフレイルをゲットしたぞ。防具もクリムゾンにできましたね。あとは勝つだけだ。ダブルアタックやめて。体当たりが一番強い。動きに変化ある。どうなんでしょう、体当たりに当たってますけど、プレイスキルのせいな気もします。ダッシュしたら体当たりされないイメージだったんだけど。やっぱミニシャークだな。宝石が高く売れてよかったね。イルカですよ。こっちにちょっかい出してくるけど、人懐っこいのかな。おいおい、大丈夫か。捕まえられないんですね。イルカはどうした。君のような勘がいいガキは嫌いだよ。今度はウミガメ来ました。捕まらないけど、何かできるのかな。ウミガメはどうした。君のような考え。目の前で潰してくるのはダメだよ。機動力のせいだと思うんだよね。カラミティのダッシュに依存しすぎたね。体当たりのないダッシュがしたい。
りワープして体当たりしてきてる気がします。多分だけど近い。今みたいな感じで避けられてたよね。そうそう、こんな感じ。あ、ちょっと、うわぁ、普通に下手なだけな気もします。そういえばノックバックで追い返してなかった。この感じ既視感あるかも。あれ、押し負ける。我慢強くなったんでしょうか。あ、捕まった。今度こそやってやる。初めてのブラッドムーンです。今、おいおいおい、邪魔をするんじゃないよ。後ろにゾンビ、邪魔すぎるんだが。いける気はするんだけど、バーが全然減らん。近い。早く離れないと。離れられない。ぬふう。ブラッドムーンさえ来なければ。ブラッドムーンじゃないところな気もするけど。あ、豚出てきた。もうブラッドムーンいりませんね。サメの歯もゲット。素材集めるのが面倒い。死ぬ気多いですよね。しょうがない、ミニマップを重ねるか。ポスト位置が分かるけど全体が見にくくなりますね。回復のホットキーが H なのも押しにくいんだよね。毎回探しちゃうんだよね。キーバインドって 1.4 でちゃんとできるようになったんですかね。なんかもううまくいかないと思って試してなかったわ。シルバーバレットに変えて。サメの歯もかけてますね。毎回あっち向いてホイなのがしんどい。ああ、死ぬ。あとちょっとです。やったぜ。脳より雲みたいに見える。現実を見せてどっちって書いてる。そんなのありましたっけ。脳みその上がるエフェクトあったっけ。確率で無効化かな。
それか連続攻撃くらいの効果時間。